さて、ガミ君。はい。これから君がやるゲーム、この、青鬼。青鬼、うん、どういうゲームか、わかるかね。予想はつくよね。どんなゲーム？ホラーじゃないの？ホラーかどうかは、それは、まあ、人、それぞれだと思うんですが、うんうん。タイトルすら出てないから、これだけじゃまだ全然、ね。そうだね。これだけだとちょっとわかりづらいと思うんですけど。まあ、こちら結構ね、メールとかで、次このゲームやってほしいなっていうリクエストメールで結構ねこれが多かったの で僕もちょっと調べてみてこれはいけそうだなと思ったのでこれ持ってきたんですけど泣いた赤鬼とかは全然関係ないの。なるほど、いい線いってるかもしれないですね。マジで。じゃあ早速やっていきますか。僕もどんなゲームかっていうのだけ断片的なことしか調べてないので基本初見なので初め2人でやっていこうっていう感じかな、うん、OK ですか。始めようか。じゃあ始めましょうか。B んこれもスクール製のね、またこういうのゲームですね。閉じ込められてらっしゃらないかい。あんん何ほら住宅街からほんの15分ほど歩いた山の中にある空き家、ここが舞台ですかね。そんなところに入ってはいけない。いつからそこにあるのか、誰が住んでいたのかもわからないその館にはお化けが出るという噂があったそうでした。わかんないよ、そのお化けとのなんかほのぼのとした友情を描いた作品かもしれない。なるほどね。へえ。あ、うわ、あ、絵がすげえ。タクロ、これが主人公かな。うん、かっこいいな。アフレコしてくれじゃん、タクロ。中は思ったより綺麗だな。タケシか。俺がタケシやろう、じゃあ。おい、もう帰ろうぜ。こいつ死ぬんじゃないか。なんだよ、タケシ。ビビってんのか。びっくり。びっくり。おい、もう帰ろうぜ。多分、タケシが一番。誰だ、これ。これメインキャラだな、きっと。じゃあ、ヒロシも頼むよ。バカバカしい。お化けなんているわけないでしょ、科学的に考えて。常識的に考えて、うん、おい、ヒロシ、気をつけろよ。ヒロシ死んだんじゃないか。あ、動けるぞ。あ、ヒロシが主人公なの。え、ちょ仲間の本当にいけないですか。いけないですね。メニューが、正常。正常じゃないことがある。そう、何も装備してないね。こいつら中学生なんだ。中学生なのか。ヒロシ、一ポイント1位だぞ。まあ、飾りのようなものですよ。そうか。鍵がかかっている。音が嫌だ。結構大きめでプレイしてるからね。また調べていけばいい。また探索系のゲーム。なんか落ちてない。雲？何これ。皿が割れている。なるほど。だってこれ進める方向に進んでいくしかないよね。そうだね。とりあえず家の中を開かない、うん、でもう積んだんじゃないか。やめようか。家の中をちゃんとね探索して頭の中に入れといた方がいいんじゃないか。どんだけだよ。帰っちゃったの。帰るでしょう。開かない。みんなはでもダメなんだって。こういうの起きてバラバラになっちゃう。どっから行こうか。じゃあ左から。それさ、どこでもセーブできるのかな。あ、セーブもうできそう。じゃあセーブしとこうぜ。一応、はい、音あれだよね、どうせね。うん、大丈夫、もう大丈夫。その音はそこまで怖くないんじゃないか。お、なんか痛い、なんか痛い、なんか痛い。じゃあ見てみた方がいいんじゃないか。どこ入ってもうるさい。怖がるんじゃねえか。ちょっと待って。トイレが開いた。ここ行くの？行くしかないんじゃないですか。せーの。ああ、よかった。おお、開かないと。開かなくていい。でも帰るべえよ。右行った、左行った、上行くか。
2階より先に1階を見た方がいいかも。1階を全部は和室だ。他のスクール系とだいぶ雰囲気が違うよね。新しいの何かこれ怖いな。その細かいギミックいらないから。どこ行けばいい。そこやっぱあのあれか、部屋は仕切られてるのか。そこはんどこん。ああここか、うん、試してないの。ああ通れる、通れるんだ。でもせめてこの下をくぐすとかさ。これね、じゃあこの右か、右行ってみますか。鍵がもう積んだんじゃないか、やめるか。